どうも、ちょっと待って、ちょっと待って、セーブだけさせて、セーブだけ。ね、今時のゲームにセーブするからちょっと待ってとかないのかな、ないのかな、ね、昔はファミコンの時とかね、ご飯食べなさいとか言ったら、ちょっとセーブだけさせてみたいな。あったんですけれどもね、どうも皆さんこんにちは、ゲージチャンネルです。さあ、4月もね、もういくばくかの日にちは過ぎまして、新しい生活皆さん慣れましたかね。学校なんかで新しい友達ができたかな。いや、まあまあ、そんな焦んなくていい、焦んなくていい、ゆっくりやっていけば、ゆっくりやっていけばね、まあ焦らずにね、行きましょうよというところで、今日はですね、2019年5月に発売される任天堂スイッチの新しいソフトをですね、一気にダダッと紹介させていただきたいかなと思いますね。いろんなソフトがね、バババッとありますからね、皆さんぜひね、要注目していただければなと思います。では早速やっていこう。ではまずこちら、5月2日発売のですね、ギガレッカーオルトですね。こちらはダウンロード専用になっていると思うんですけれども、これパソコンでね、発売されておりました 2D 物理パズルアクションっていうですね、ギガレッカーっていうゲームがありまして、ゲームフリークっていうところが開発してるんですけどね。ゲームフリークといえばですね、まあ代表作にポケモンとかがありますよね。このゲームどんなゲームかっていうと、まあ 2D の、まあ、横スクロールアクションゲーム風なんですけど、まあ、瓦礫を操る人造人間のレイカちゃんですね。瓦礫を使ってこう足場にしたり、逆にこう足場を崩したり、敵を倒したりとかもしながら、パズルや謎解きを解きながら進んでいくゲームとなっておりますね。アクション面とパズル面合わせ持ったようなゲームになっておりますので、結構何回も同じ場所で試行錯誤をする、もしくは何回もリトライするみたいなことがですね、試されるゲームになっているんじゃないかななんて思います。また結構ね、アートワークなんかも素晴らしくてですね、ちょっと魅了されちゃうんじゃないかなと思っております。任天堂スイッチ向けにギガレッカーオルトとして、登場となっております。追加要素なんかもたっぷり含まれているそうです。気になる方はぜひチェックしてください。続きまして、5月16日発売、華やかなり我が一族モダンノスタルジー4ニンテンドースイッチということで、これ乙女ゲーでございますね。これね、これ2015年にですね、 PS ビータで発売されていたものがニンテンドースイッチに登場ということなんですけれども、この華やかなり我が一族のシリーズっていうのは2010年に PSP に出て以来ですね、続く由緒正しき乙女ゲーとなっておりますね。これがなんと、攻略するべき男性たちはこれみんな兄弟なんだよね。財閥宮の森家の使用人として働くことになった主人公は6人の兄弟に翻弄されながらも、なんかいい感じになっていくので、ああ。続きまして、5月16日発売、ギルティギア 20th アニバーサリーパック、ギルティギア20周年となっておりますね。 2D コンボ格闘ゲームの金字塔でございますよ、このギルティギアはね。任天堂スイッチでギルティギアの名作が復刻です。このソフトには、2本の、ゲームが収録されておりまして、ギルティギア、そしてイグゼクスシリーズの最終作、タイトルが読めないでおなじみのギルティギアイグゼクスアクセントコアプラス、この2作品が収録となっております。ロバキャンとかね、ちょっと懐かしいとか思いながらもね、これ通常版3200円ですね。で、12800円のリミテッドエディションはもう売り切れてるらしいぞ。さあ、梅原が近づいて、梅原が画面端バースト読んでみたいなね。これはイグゼクスか、うん。続きまして、5月16日発売、ローラーコースタータイクーンアドベンチャーということで、ローラーコースタータイクーンっていうとですね、遊園地経営シミュレーションとして人気のゲームでして、世界でもですね、もう1000万本も売り上げているだとか、いないだとか、いやどっちだよって話は、売り上げてる売り上げてる売り上げてるみたいなんですけれども、結構長く続くねシリーズだったりはするんですけれどもね。いや、遊園地を作るゲームならね、僕も昔遊んだことありますよ。いや、このね、ローラーコースタータイクーンのシリーズではないんですけれどもね、あれタイトル思い出せないんだから、なんて言ったかな、いやあれが面白かったんですよね、これね。もう全然関係ない話してすいませんこちらのですね、ローラーコースタータイクーンアドベンチャーはですね、120種類以上の乗り物やレストランやショップを自由自在に配置して遊園地を経営していくっていうね、そういうゲームなんですが、もうシムシティとかシティーズとか、そのあたりのゲームが好きならきっと好きになること間違いなしですね。で、まあもともとこれね、パソコンとかがメインで出てたゲームなんですけれども、今回 Nintendo Switch 向けに出るということで、シリーズ初のストーリーを進めながら遊べるアドベンチャーモードがあるそうですって。そらそうだ、もうローラーコースタータイクーンアドベンチャーって言ってるぐらいなんだからね。のんびりじっくり、いやこういうのこそね、
意外と友達とかとやったら盛り上がっちゃったりするんだよね。お前そこにメリーゴーランド置くかお前みたいなね。続きまして、5月21日発売、チームソニックレーシング、3人チームで戦うレースゲームの登場となっておりますね。キャラクターは大人気のソニックです。で、マリオカートあるからスイッチでこれ買う必要ないって思っちゃう？思っちゃう？イエス、なん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 ですよね。3人チームの駆け引きは、この協力プレイはものすごい熱くなりますよ。そして、このゲームにはですね、マシンをカスタマイズできるシステムがあるんですね。で、カラーなんかもね、細かく変えられて自分の好きなマシンを作れちゃうんですね。もうね、そうなってくるとね、もうカスタマイズだけで俺何日間遊んでるんですかみたいなことになっちゃうから、マジで。一生懸命作ったマシンとかをね、オンラインとかで見せびらかすのはね、楽しかったりするんですよね、これがね。そしてさらにですね、このカスタマイズでマシンの性能も変わってくるわけですよね。そう、このゲームはテクニックももちろん必要なんですが、それだけではなくて戦略とかマシンの事前準備とか、そういうことも大事になってくるレースゲームなんですよね。どうね、そろそろマリカ飽きてきたんじゃないの？ねえねえ、そんなことない、そんなことない。でもマリカやってても別にこれもやっていいんじゃないかな。買っちゃおう。続きまして、5月23日発売、私立ベルバラ学園、ベルサイユのバラ、リ・イマジネーションということで、こちらもですね、こちらも乙女ゲーとなっております。学園青春恋愛アドベンチャーゲームになっておりますね。これ主人公がですね、まあキャラクターとね恋愛をしていくっていうだけじゃなくて、キャラクター同士の恋愛も応援するみたいな、そういうストーリーも用意されてるみたいなんですよね。それはもちろんいいんだけど、僕が狙ってたキャラをかっさらっていくのだけはやめてくんろ、やめてくんろ。続きまして、5月23日発売、アサシンクリード3リマスター。さあ、2012年に発売されたアサシンクリード3、こちらの追加ダウンロードコンテンツ全てを収録して、さらに様々な機能を改良してリマスターされています。さらにですね、 PS ビータ向けに作られていたアサシンクリードレディリバティも同梱されているという豪華っぷりですね。オリジナル版のアサシンクリード3と比べてもね、プレイ面でも改良されていて、まあ、武器の選択が今時らしいこうホイール選択になっていたり、ステルスの時もこう口笛で敵をねおびき寄せたりできるようになってるですとか、すごいいろいろパワーアップしております。長きにわたって愛されるアサシンクリードのシリーズが次々任天堂スイッチにやってきますね。これワクワクしますね。続きまして、5月23日発売、これ一気に紹介します。バイオハザード HD リマスター、バイオハザード0 HD リマスター、バイオハザード4 HD リマスター、そしてバイオハザードオリジンズコレクションとなっております。任天堂スイッチでバイオハザード1、4、0の3つが登場します。これででもね、ダウンロード版となっておりまして、パッケージ版としてバイオハザードオリジンズコレクションっていうのがあります。このオリジンズコレクションにはバイオハザード HD リマスターとバイオハザード0 HD リマスターの2本がセットになっております。そう、バイオハザード4はパッケージ版なし、残念なんだけども、この際だからダウンロードして遊んじゃいましょうね。レオンの勇姿を見るべし、あ、いやいや、クリスの勇姿も見るべし、あ、いやいや、ジルの勇姿も見るべし、恐怖の原点がここに。いや、僕もバイオハザード HD リマスターは言うても遊んだけど、まあね、平気だろう、平気だろう別にとか思ってたけど、すげえ怖かったからね、話して笑っちゃったよ、怖すぎてね。ということで、続きまして、5月23日発売、みんなの動物将棋、こちらはですね、将棋の駒を動物に見立てた子供向けに将棋を学ぶゲームとなっております。対象年齢は4歳から OK で、3×4 の小さいマス目で遊ぶものから、対象年齢6歳以上の 9×9 の盤面で遊ぶ、まあ、本格的な将棋っぽくなっているゲームもできるようになっておりますね。ただ駒は、将棋の駒自体はずっと動物に置き換えられておりますので、本格将棋を遊べるものではないですね。将棋っていうのにはですね、なんかそのイメージ力とか集中力みたいなものをですね、育むっていうのに言われておりまして、で、これいかがですかね。お子様のうちに、子供が小さいうちからそういうのに手をつけていくっていうのは、ひょっとしたらすごくいいことなのかもしれませんね。僕がね、初めて将棋に手を出したのはね、小学校2年ぐらいですかね。友達とパチパチ打ってましたけれどもね、僕の、まあ、集中力は全然育まれなかったようでございますけどね。皆さんは違う、皆さんは違う。さあ、続きまして、5月30日発売、魔獣使いと王子様、フラワー&スノー4、任天堂スイッチ。乙女ゲーだよ
5月に3本も出ちゃうよ乙女ゲーということなんですけどね、この作品は猛獣使いを目指す主人公と猛獣に見立てられたイケメンがなんやかんやするゲームになっております。フリーモフモフシステムって何？続きまして5月30日発売ヴァルハラ、サイバーパンクバーテンダーアドベンチャーということでね、今までに聞いたことない新しいジャンルのアドベンチャーがやってきちゃいました。いやいや、もうこの雰囲気、レトロな感じ、心くすぐられる。基本はねアドベンチャーなんですけど、バーテンダーの主人公がお酒を作ってお客さんに出していくことで物語が進んだり分岐していったりするっていう形になってるみたいですね。お店の音楽とかもね、バーテンダーである主人公、まあいわばプレイヤーである自分自身がね、こう決めて選んでいけるっていうことですから、最高に雰囲気ゲーとしても楽しめるんじゃないかなとは思います。まあ、サイバーパンクといえばね、広角機動隊とかアキラとか思い出しちゃいますよね。このゲームにはこのゲームの独自のサイバーパンクがきっとギュッとで凝縮されているんですけれども、どこかにそれらの片鱗をなんか感じさせるものがあるかもしれません。お前なんて、お前アキラ絶対出てたろ、お前絶対アキラに、お前出てたろ、お前主人公はバーテンダーとして働いているので、お給料が振り込まれていくんですよ。で、振り込まれたお給料とかでこう部屋の模様替えみたいなのができるらしいんですけど、お金なくなっちゃって家賃が支払えなくなったらゲームオーバーらしいですからね、お金は気をつけてね。さあ、といったところで、5月分の紹介をさせていただきました。さあ皆さん、気になったのありますか？なんか個性豊かなゲームがいっぱいありますよね。なんかこうやって見てるとね、ゲームって超大作ばかりがゲームじゃないななんて思ったりしますよね。なんかインディーズライクなものから実際にインディーズのものまでいろいろ様々あって、なんかいろんなこうね楽しみを与えてくれるような、そんなゲームになってるかななんて思っております。まあ、皆さんのね、新しい生活が始まって、5月には5月病なんて言われる、ちょっと憂鬱な気分がひょっとしたら待ってくれるかもしれません。皆さんの憂鬱を吹き飛ばすのは、きっとゲームの力だ。というわけで、ぜひ楽しいゲームを見つけて遊んでみてください。皆さんが気になったゲームや、5月に買おうと思ってるゲーム、書き込んでください。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回、何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね、俺遊園地経営シミュレーションゲームやろっかな。